ひな人形をモチーフにした作品、タイトルは象形です。近くで見ると赤、青、黄色など何種類もの色を使って繊細に描き込まれていることがわかります。こちらの作品は表面がデコボコしていて、何度も何度も手を加えた様子がうかがえます。5月に岡山市東区のギャラリーで開かれた山本和夫展遠い記憶、88歳になった今も絵を描き続けている画家山本和夫さんの風景画や幻想画、人物画など14点が展示されました。ギャラリーのオーナーで写真家の山口宗一郎さんは、撮影中に偶然見かけた山本さんの作品に魅力を感じ、個展を企画したといいます。丁寧に描いてるところで、自分自身をきちっと反映させてるところ、絵の中に寂しさがあれば寂しさを描いてある、喜びがあれば喜びを描いてある、そこがもういいですね。森の中にあるギャラリーですけど、びっくりするぐらいの人がいらっしゃった。で、問い合わせもものすごくあって、評判良かったというか、皆さん感動されましたね。今までにないほど大きな反響があったという山本さんの個展。しかし本人がギャラリーに姿を見せることはありませんでした。その理由は、山本さんが今暮らしている場所と深く関わっています。瀬戸内市にある国立ハンセン病療養所長島愛生園、昨日時点の入所者の数は79人で、平均年齢は 88.5 歳です。全員病気は治っていますが、後遺症が残っているため、必要な医療や介護を受けて暮らしています。ハンセン病は感染力が非常に弱く、戦後には完治する病気になりました。しかし、かつて国が進めた強制隔離政策によって、いわれのない差別や偏見が広まり、ふるさとに帰れないまま亡くなった入所者が多くいます。山本さんは若い頃にハンセン病を発症し、1970年頃に長島愛生園に入所しました。山本さんのことをよく知る職員は、本当に優しいおじいちゃんって感じで、もう穏やかな方ですね、はい、もう本当に好きだから描いてるっていうことをいつも言われるので、本当にもう絵が大好きなんだなっていうのはいつも感じてます。本人さんはやっぱり絵を、自分の絵を見ていただくのがすごく嬉しいんですね。だから絵を見て素敵だなって言ってくださるのがとても嬉しいみたいで。部屋を訪ねると優しく迎えてくれた山本さん。カメラの前で話してもらうことはできませんでしたが、アトリエや作品を見せてくれました。描き続けて半世紀、山本さんは家族や親族を気遣う気持ちから、画家として公の場に姿を見せることはありません。油絵の具の匂いと使い込まれた道具が、その年月を物語ります。今も毎日4時間ほどキャンバスに向かっているそうです。これまで描いた作品はおよそ200点。その中で山本さんがこだわっているいくつかのモチーフがあります。一つは松本清張の小説を原作にした映画砂の器。ハンセン病に対する差別や偏見がテーマの物語です。そしてもう一つは、生まれ育ったふるさと岡山県北の風景や、離れて暮らす家族の姿、懐かしさや寂しさ、愛おしさ、
山本さんのいくつもの心情が垣間見える作品です。絵の中に登場する後ろ姿は自分自身だと話す山本さん。40歳頃から現在まで公募展に出品を続け、県内最大規模の岡山県美術展覧会で何度も入選するなど高く評価されています。美術館で学芸員を務める遠山健一郎さんは、山本さんの個展をきっかけに興味を持ち、アトリエを訪れました。描くのが楽しいっていうエネルギーがまず伝わってくるっていうのと、80代を超えていって画風変えながらどんどん自分のこう心と対話しながら新しいことをしていってるっていうのは、もうそれだけでなんかこう人間の表現欲求としてすごい、人間ってすごいなっていうのもなんか僕も感じるので。山本さんの作品は年々色彩が明るくなり、幻想的な表現になっていると遠山さんは話します。画家として実力があり、作品が注目を集める一方、山本さんが今も公の場に姿を見せられないという現実。ハンセン病問題をめぐっては、厚生労働省が去年初めて全国的な意識調査を行いました。その結果、およそ 35% の人がハンセン病に対する偏見・差別の意識を持っていると回答するなど、依然として深刻な状況にあるとしています。個展を企画した山口さんは、今後も多くの人に山本さんの作品の魅力を伝え、残していくことがハンセン病問題への関心や理解にもつながると考えています。ハンセンの歴史を語る上で、入所者の方の作品っていうのは非常に重要だと思うんですよ。岡山鷹として残していく活動が盛んになればいいなと思いますけども、